ブドウ球菌とは、ブドウ球菌属に属するグラム養成の細菌の総称である。その名の通り球菌であり、一つ一つの球菌が不規則に配列した集合体を作りながら増殖し、光学顕微強化で観察すると、ブドウの棒のように見えるため、ブドウ球菌と名付けられた。属名のスタファルコカスも、ラテン語で、ブドウの棒を意味するスタファロマイナスと、 球菌を意味するコカス粒や、好みの意に由来する。元来、ブドウ球菌とは、細菌が発見されて間もない、分類法が整理されていない時期に、直鎖状に配列する、グラム陽性球菌のグループである、連鎖球菌と対比して、細菌の形態及び配列から名付けられた名称である。このためスタファラコカス属以外でも、クラスターを形成することがあるマイケラコカス属などを、 含めて講義に、ブドウ球菌と呼ばれていた。例えば、マイケラコカス属は、四連球菌といって、典型的には四つの球菌がクラスターを形成する。本項目では、ブドウ球菌属に属する細菌全般を解説する。ブドウ球菌は、直径1メートル程度のグラム陽性球菌で、ブドウの棒状の不規則な配列をする、通性研究性細菌である。生、 科学的には、カタラーゼ陽性と、ブドウ糖を、嫌気的に分解する性質から、他の代表的なグラム陽性球菌と鑑別される。多くの菌種は、耐塩性であり、10%の食塩濃度下でも、増殖可能である。35セッ40度で、よく生育し、寒天培地で培養すると、菌種によっては、黄色ピンクの様々な色調の不要性の色素を、酸性する。 このため、寒天場位置でのブドウ球菌のコロニーは、白色以外に、レモニー色、大色、ピンクなど様々な色を呈する場合がある。また、メチシリン体制黄色ブドウ球菌のように、抗菌薬に対して体制を獲得した菌種も見られる。当初は、院内感染が MRSA の主な感染経路であったのが、1990年代には、病原性が高く、 市中感染が止め、キシリン体制黄色ブドウ球菌まで報告され始めた。さらに、バンコマイシン体制黄色ブドウ球菌も2002年にアメリカ合衆国で初めて確認された。中には、抗菌薬の不適切な使用により、ほとんどすべての抗菌薬に対して高度に体制化した菌種も現れた。2005年現在、ブドウ球菌属の細菌は35菌種に、 分類されている。これ以前の最も初期の分類では、コロニーの色調によって、白色ブドウ球菌、黄色ブドウ球菌、大々色ブドウ球菌に分けられていた。その後、表皮ブドウ球菌、黄色ブドウ球菌、不正ブドウ球菌の三菌種に解明された。また、結晶を凝固させる働きを持つ、タンパク質であるコアグラーゼを産生するかどうかが、人に対する、 病原性と密接に関連しているため、コアグラーゼ陽性、コアグラーゼ陰性の二群に対別することも、医学分野では、慣用的に行われてきた。しかし、これらの初期の分類はいずれも大まかな分類に過ぎない。遺伝学的分類法の導入によって、ブドウ級金属は、生物学的に35金種に分類されており、これまでに、その中で15種が人から分離されたことがある。 黄色ブドウ球菌の中にはエンテロトキシンを産生する種もいる。増殖の際に体外タンパク質毒素として分子量19000から29000前後の単純タンパク質を数十種類の産生する。このエンテロトキシンは熱、消化酵素により破壊されない。つまり、調理の熱で菌を死滅させてもエンテロトキシンは死。また、 このようなブドウ球菌が死滅しておらず、体内で増殖した場合には、敗血症、毒素性ショック症候群、放火式炎、肺炎、心内膜炎、川崎病、慢性副鼻腔炎などの原因になる場合もある。また、アトピー性皮膚炎や自己免疫疾患との関連性も指摘されている。加えて、人だけでなく、獣医学畜産領域においても重要な病原体である。 例えば、このようなブドウ球菌によって乳牛が乳腺炎を起こしている場合には、牛乳を介して食中毒を引き起こす可能性もある。菌体外構素の一つであり、結晶凝固作用を有する。ブドウ球菌の分類において、その菌種がコアグラーゼを産生するかどうかという、正常は大きな意味を持つと捉えられてきた。これは、医学上の立場から重要視されたためである。 人から分離された15種のブドウ球菌の中では、最も病原性の高い黄色ブドウ球菌だけが、コアグラーゼ陽性であるため、この菌であるかどうかの判定に利用可能だからである。このほか、人を主としない、動物由来のブドウ球菌のうち、スタファラコカスインテルメディウスが、コアグラーゼ陽性、スタファラコカスデルフィーニと、スタファラコカスハイカスには、菌種によって、コアグラーゼ陽性。 または陰性の場合がある。これらを除いた31種はすべてコアグラーゼ陰性で、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌と総称される。ただし、臨床の現場で CNS は人から分離されることのある黄色ブドウ球菌以外の種を指し、中でも検出される頻度が高い、表皮ブドウ球菌を意味する用語として使われる場合がある。ブドウ球菌は、 人から分離される事例の多い常在細菌であり、天井人の微腔内や体表などから分離される例が多い。しかし、その大部分は非病原性であり、体表面、微陰空、消化管、膣などの常在細菌として常在細菌層を形成し、むしろ外部からの病原体の侵入を防ぐバリアの役割の一端を担っている。ただし、人に対する 病原性を持つ種もいる。それでも、一般に、人は、ブドウ球菌による、病気の発症に対しては抵抗性が強く、ある種の自然免疫が備わっていると考えられている。仮に、ブドウ球菌によって感染症が可能しても、免疫力が十分であれば、白血球の働きによって病巣部は、原曲的で、すみ、容易に感染症は広がらない。しかし、 何らかの原因で白血球の機能が低下した患者などでは、この気候が働かずに重症化することもある。女性の尿路感染症の原因菌としては、他に尿路病原性大腸菌が有名である。ABC、古藤良、岡村正史、武道球菌エンテロトキシンに関する最新の知見、特に分子多様性と生物学的多機能性について、 日本食品微生物学会雑誌2015年32巻2号 P87 から 94DOI 1 0 5 8 0 3 j s f m 3 2 8 7トエ t ビーブ同級菌食中毒感染症の話2001年第13週掲載国立感染症研究所感染症情報センターありがとうございます